まあやっぱりその削りカスがね、結構ね、いろいろと溜まってるっちゃ溜まってるのよね。あとはその重ね具合、ちょっとこれ、まあ、上から見るとそこそこ良さそうだけど、横から見るとね、結構ちぐはぐになってて微妙なんですよね。どうもマホラです。キャンドルカービングしていきたいと思います。今回はそうね、まあ以前桜の練習してたんで、桜のデザインちょっと考えていこうかなと思います。まあ桜のデザインつってもどういう風に作ろうかな。あとこれレリーフみたいな感じ、平べったいのに削るのちょっと難しいというか、面取りが大変なんで、ちょっと落としていってドーム型みたいな感じにしていきたいと思います。本当はね、最初からその楕円みたいな感じのやつ、ちょっとモールドがなくてね、今手元にね、やっぱりこの石鹸だとちょっと丸みの深淵で丸みが帯びてるような感じになってるから、それにこう山なりにこう削っていくから段差とかあれが作りやすいんだけど、このレリーフみたいになってたらね、それが作るのがちょっと大変なんで、最初に形を整えるのはいいけど、どういう風に整えようかな。まあとりあえずこんな感じでいっか。これであとちょっとずつ整えていってみるか。桜、そうね、どうすっかな、桜。まあちょっと思いつくままに削っていきましょう。よし、まあとりあえず中心はこんな感じ。あと周りにずっと桜作っていこうかね。まあなんかこれもちょっと いびつになっちゃったけど、まあいっか。こんだけしかまだ削ってないけど、結構大変だなこれな、重ねて削っていくの。まああと何個か作れるから、まあそれも作っていきますか。Thank you.
うっしゃ、まあこんなもんかな。とりあえず桜をできるだけつないでみました。あとはまあ桜の花びらが舞うような感じも含めてみたんすけど、ちょっと微妙かな。まあやっぱりその削りカスがね、結構ねいろいろと溜まってるっちゃ溜まってるのよね。あとはその重ね具合、ちょっとこれ、まあ、上から見るとそこそこ良さそうだけど、横から見るとね結構ちぐはぐになってて微妙なんですよね。まあそこら辺がちょっとまだまだ重ねる花の練習が足らんのかなって感じですね。まあとりあえずこんな感じになりました。